株式会社宇都宮コミュニティメディアは、栃木県宇都宮市、毛古市、桜市、塩谷郡高根沢町の各一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。宮ラジの愛称でコミュニティ放送をしている。2017年開局。保有する特定地上機関放送局の呼び出し名称は宇都宮コミュニティ FM。本社。 演奏所を宇都宮市江の町の酒屋ビル2階に、送信所を同志朝日の宇都宮市役所屋上に置く。放送区域は宇都宮市であるが、市内でも聴取不可のエリアもあると称している。インターネット配信は FM による。2016年2017年2018年、フリーマガジン宮ラジボリューム3より、フリーマガジン宮ラジボリューム1。 ミアラジボリューム2、アラジボリューム3、アラジボリューム4、アラジボリューム5、アラジボリューム6より、基本、ミアラジスタジオからの非公開配信だが、特定番組のみ、特定の場所から公開配信を行っている。文明兼ラジオ指名及び担当番組は、フリーマガジン、ミアラジボリューム2及び、ミアラジボリューム4、アラジボリューム8、 下付新聞本誌毎週日曜日の宮本コーナーによる基本番組に交代で入るほか、個人ごとにいくつかの番組を担当している。取締役以外は一般公募で面接投資権を経て採用された時給制の契約スタッフ。宮ラジではラジオ放送に加えて会員カードとフリーマガジンによる会員サービスを提供している。 AB 会社概要ウェイバックマシン、ABCDEFGHI みやらじ、宇都宮愉快な情報局公式 Facebook、栃木県宇都宮市のコミュニティ放送局に、予備免許国立国会図書館、Web アーカイビングプロジェクト無線局等情報検索、平成30年1月6日現在引く、国立国会図書館、Web アーカイビングプロジェクトオハット FM ご利用の、 FM コミュニティ一ラム FM、ABCDEFGHIJKLMN、大宮ラジ公式サイト人やものを大切にする、気持ちもったいない広めたい2017年11月6日、宮ラジボリューム4発行時点では、タイトル未定、番組名としては、ラーユレデイだが、文字不明なので、タイトル未定に。宮ラジボリューム5で、文字判明、宮ラジ。 人間力アップトーク9月スタート人間力アップスクール個人の強みを乱し生き抜く力を育てる塾宇都宮市総合防災訓練宇都宮市行政経営部2018年7月25日 ABCDE 宮ラジボリューム4宮ラジボリューム1宮ラジボリューム28月に花火大会が終了し2017年9月は30分番組に短縮宮ラジボリューム三には 記載なし。宮ラジボリューム4、宮ラジボリューム5、宮ラジボリューム62017年10月の最初の放送よりからに変更された。開始直前に打ち合わせによって変更されたので、宮ラジボリューム3時点ではのままであった。番組編成に関するお知らせ宮ラジ各週火曜日の宇都宮短期大学提供の番組において、宇都宮市外出身で同行や、 系列校卒業生、または教職員への事前収録されたインタビューが番組内で放送されている。文明圏ラジオからのお知らせ文明研ラジオミヤラジ、以外にも、土地テレビや、宇都宮ケーブルテレビなどのアナウンサーやパーソナリティが週替わりで紹介されている。ミヤラジスタッフパーソナリティマシコサナエさんゲア新聞、アスポ2017年4月5日担当番組。 小林あやかツイッター下付新聞2019年7月21日、P23 欄開局が3月のため、ミアラジボリューム1のみ、開局前に配布されたエビー、B、ミアラジボリューム32018年4月時点では、ミアラジボリューム2のみ、ミアラジボリューム5イベント等で、丸型のミアラジステッカーを配布しており、たまに丸型のステッカーを貼り付けしている店舗や、タクシーが存在するが、 こちらは加盟店というわけではない。ICT を活用した市民の情報発信活動を宇都宮市役所町づくり活動報告。ありがとうございます。